はい、こんにちは、カパパです。今日はですね、7月の19日、宇都宮はね、ずっとジメジメしてて、まあ晴れ間が全然出ないんですけど、今日ここはですね、このだだっ広い駐車場、まあ、僕のジムニー以外は1台も止まってないですが、ここはあの小部ヶ原のですね、神社の前の大駐車場ですね。まあ、ここはほとんどね、初詣とか、まあ、あの辺しか賑わいがないんで、平日はこんなもんなんですが、ちょっと撮影にぴったしなんで、たまに利用してます。ジムニーの、まあ、J11 ですね、ちょうど2年前の秋口に買いました。で、その時アップした動画がですね、なんか2年近く経つにもかかわらず、もうなんかかなり14万再生とか16万再生とか、買ったっていう動画がですね、まあそんだけ伸びてましてね、やっぱ J11 のこの方っていうのは非常にやっぱり未だに人気あるんですね。ね、つい最近新型が出ましたけど、やっぱり根強くですね、この方を乗ってる方よく見かけます。まあ、僕もそういう意味で、まあ、大事に乗っておこうと思ってるんですが、最初に買った時から比べてですね、だいぶ変更点があります。実はジムニー J11 の動画を最後にアップしてからもう1年以上経つんで、最新の情報としてですね、何くっつけたとかね、これを外したとかっていうのを、まあ、メインにですね、ご紹介したいと思います。で、こちらはですね、平成6年ですね。ですから今から25年前のジムニーになります。まず外見から見てみますとね、まあ、やっぱ一番目につくのはフロントバンパーを変えたってことですね。まあ、純正の武骨なバンパーからですね、こうバータイプにしてます。で、メンバーをですね、本当はあのここまで伸びてるんですが、まあ、ここで切ってですね、まあ、切った動画、まあ、僕のチャンネルに入ってますけど、今このバータイプのバンパーをつけてます。あの動画にしてないんですけど、まあ、ジムニー数台でね、まあ、ちょっと山とか川の方行くんですけど、何回かこれでレスキューしたりですね、レスキューされたりっていうことがありました。まあついててよかったなと思いましたね。まあ、それ以外ね、まあ、いろいろ変えたところはあるんですが、まあ、外見上はですね、フロントに関してはこんな感じですね。で、サイドはですね、まあ、ぶっけた以外はですね、特別変化はないですね。あと買った時と比べて、このガソリンのキャップですね、これをシルバーに塗り替えました。あのサビサビでね、本当、まあ、本当にどうしようもなかったんですけど、これはまあ綺麗に塗れましたね。後ろに関してはやっぱり同じくバンパーを交換してます。後ろのバンパーはちょっと非常にですね、取り付け部分がまずいことになってて落ちそうだと思うんですから、まあこれもちろん社外品ですけど、こちらをつけてます。本当は黒っていうかね、ブラックの艶消しが欲しかったんですよ。で、たまたまなくてね、今これステンレスのつけてますけど、あのいずれこう黒に変えちゃおうと思ってます。で、真ん中がですね、一応バータイプになってるんで、リアフォグではなくてですね、これはバックランプですね。ですので J11 乗ってる方はですね、ご存知だと思うんですが、非常にあのこのライトが暗いんですよ。で、今ですね、こちらのバックランプの電球は切ってですね、こちらの LED にしちゃってます。で、非常に明るいですね。あと、そうですね、スペアタイヤ、これは外してですね、中に入れちゃってます。ナンバーの位置がですね、もともと J11 はですね、ここにあったんですね。で、これをですね、まあ、ここに移してますね。まあ、ここでも良かったんですけど、たまたま河原でね、ガチってやっちゃったことがあってですね、ちょっと不安なんで上に移してみました。あとマフラーですね、マフラーはちょっと砲弾型しかなかったんで、まあ、砲弾型つけてますけど、実はね、これ J11 買って3、4ヶ月経った時かな、うちの奥さんとね、まあ、2人で山の方に行ったんですよ、これで。でね、途中からね、音が変わってきたんでね、あれどうしたんかなと思ったら、ちょうど液パイがね、半分から折れてましてね、もともと純正のやつがついてたんですけど、まあ、腐って落ちちゃったんですね。でね、山道をね、2、3キロ戻って回収しに行ったぐらいですね、非常に大変だったんですよ。で、いっそのことね、もう全部変えちゃうということで、その時にネットを探したらですね、この砲弾型しかなかったんで、とりあえずこれでポチってね、つけてます。
本当は純正と同じくね、こうクッとこう曲がった細いパイプが欲しいんですね。はい、で左側面はですね、まあ、特に何の変更もないですね。はい、で続いてタイヤですね。タイヤに関しては、まあ、僕の場合はブリヂストンのデューラーの674、まあ、MT674 を入れてます。非常にですね、値段は正直言うと横浜なんかよりもよっぽど高いんですが、まあ、オンロードの性能とですね、オフロードの性能が非常にまあバランスよく取れているというタイヤで、何の過不足もありません。まあ、高速道路非常にうるさくて乗れないですけど、タイヤに関しては非常に満足してます。リフトアップっていうかね、まあ、車高なんですけど、買った時と車高は一切いじっていません。これ板バネなんですけど、まあ、板バネがですね、へたり具合が全部バラバラなんで、高さがね、まばらです。車検を機にね、ちゃんとしたショックを入れようかなと思ってるんですね。まあ、まあ、バネも交換しようとは思ってますが、ただ現状普通に運転する分にはね、何の問題もありません。じゃあ続いて車内、車内じゃないね、これ上だね。もちろんね、買った時はあの上のキャリアバーはついていませんでした。まあ普通ね、こういう走行時とかね、そういう時はつけませんけど、ワークライトを2つ取り付けてます。スイッチに関しては手元でね、作業時以外はつけないというふうな、まあ、シールを貼ってですね、管理してますんで、走行上問題はありません。でこのバーに関してはなんかね、アップガレージかなんか中古で売ってたんで、それを買ってきました。まあ、ほぼ新品同様だったんですが、非常に安く買うことができました。で基本的にこれ何乗っけんだって話なんですけど、まあ、僕の場合はかなり雪深いところをガンガン行くことが好きなんですね。でその時にね、一番重要なのは当たり前ですけど、タイヤの性能なんですね。で冬用タイヤをですね、これとは違う全くのスノーパターンがあるんですけど、そのスノーパターンを上に2本積んでね、で現地に行ったらそれに履き替えて、雪アタックするみたいな遊びをしている都合上ですね、この上に乗っけてます。でリアの荷室に乗せない理由はですね、荷室は荷室でかなりあの冬ですから装備があるもんですから、まあ、結果的に上にということになります。まあ、その動画もありますんで、まあ後で皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ中開けてみましょうね。はい、いいでしょう、これ。もうこれが気に入ってんだよね切れそうだけど、これがないとね、バカーンといっちゃいますが、ジムニーの中古でですね、これがね、もうぶっ切れちゃってないものが結構多数存在するんで、これは非常にあることは貴重だと思う。これもね、もう動画でアップしてますが、シートがですね、ぐちゃぐちゃに破れてたんで、シートカバーをつけました。つけた当初はですね、全然馴染んでなかったんで不格好だったんですが、さすがに1年以上経ってるとですね、純正シートの形に馴染んできてですね、もうこれ自身が純正シートみたいな感じになっちゃいましたね。これは非常にいいカスタムというかリニューアルでしたね。で続いてこちらがハンドルですね。ハンドルに関してはもものコンペです。でこれはね、いつでも取り外しができるように、保温スイッチはここに外に出してあります。こんな感じでね、ここじゃなくてこっちに移動してます。あと作業灯のスイッチがこれですね。作業灯はね、走行時は使用禁止って書いてありますけど、一応こういうものをやらないと作業灯通りませんので、こういったものがついてます。はい、じゃあ続いてですね、このオーディオですね。当然あの買った時はですね、純正がもう腐って何もなかったんで、ヘッドユニットすらなかったんで、まあ、速攻で取り外してですね、こちらのオーディオを入れてます。これね、カロッツェリアの下から数えて2番目の安いモデルなんですね。もちろん CD も何も入らないですよ。ただあの USB のデバイスで音楽を聴いたりですね、ラジオ、まあ、そういったことはできます。基本的にもうラジオさえ聞ければもう十分なんで、エアコンの吹き出し口なんですが、買った時から左側の吹き出し口のこういうなんていうの、ガードというんですか、これはついてなかったです。まあ今も歯抜け状態になってます。で特別ね、これあのエアコンもともと効かないんで、まあ、あってもなくても一緒なんですが、今は、まあ、全然ここはですね、気にしないで乗ってます。じゃあ反対側行きましょうか。
はい、反対側はこんな感じですね。あ、これね、ついた基本的にあの純正のスピーカーがね、左側にしかついてなかったんですよ。で、全然聞こえが悪いもんだからね、このツイーターを2つ両サイドにくっつけました。変な話、高い音じゃないと車内で聞こえないもんですから、まああえてくっつけてます。はい、でね、ここですね、ここはね、ジムニーの泣きどころなんですけど、このグローブボックスがですね、この蝶子蓋の部分が折れてね、パキッていっちゃうんですよ。これね、中古のジムニーの J11 の特徴なんですが、で、僕の場合は特別修理をしたわけではなくてですね、やっぱりガム手で補修しただけです。この後ろもそうですね。ただまあ、これぐらいの補修でもですね、十分実用に耐えておりますので、まあこの辺はテープ貼っただけでいいのかなというふうに思ってます。はい、次ね、荷室です。荷室に関してはあのリアのね、スペアタイヤ、あれを外してですね、まあ、積まないってわけにはいかないんで、僕の場合はこれね、タイヤの袋の中に入れて一番下に、乗っけてます。で、タイヤの上ってものが乗りにくいんで、まあ、1枚ですね、木の板を敷いて、でその上にいろいろですね、小物を乗っけてます。で、僕の場合は、まあ、特別ハードな黒缶とかするわけじゃないんですけど、まあ、それでもやっぱりジムニー乗ってる以上ね、まあ、そういうのができそうなところに行くとついついアタックをかけたくなるんで、まあ、万が一のためにですね、このシャベルですね、それと木の板ですね、これは 2x6 の板かな、これを2本、積んでます。過去にお世話になったことっていうのは、このシャベルが 2,3 回お世話になっただけで、この板をですね、使わないと脱出できないほどハマったってことは、まあ、正直言ってないんですが、まあ、保険代わりに積んでます。で、この下はですね、まあ、簡単な工具入れと、あとはこれが意外と役に立つのがですね、1回しか使ってないですけど、これ膝パッドですね、園芸用の膝パッド、ちょうどこんな感じでやるとですね、膝が痛くならないですね。はい、こんな感じでですね、積んでます。あとね、最初にも紹介したと思うんですけど、この牽引用のフックありますよね。で、このフックに関しては、まあ、僕前後につけてるんですねっていうのは、助けることも助けられることも、まあ、同時にありますからね。でね、このやれ具合から見ると、この右後ろのやつ一番使ってるんですね。このレスキューフックっていうんですかな、牽引フック、これはどんなものでもいいから、つけておいた方がいいかなというふうに思います。